こんにちは、本郷かなたです。サブチャンネル、いつも作ってる動画とは違って、なんかゆるい感じの動画をね、作りたくなったんですよ。ただ僕はまだサブチャンネルを開設するに値するような人物じゃないなと思いまして、サブチャンって書くことにしました。だから今後はね、サブチャンって書いてあったら、なんかゆるーい感じの動画なんだなって思っていただけたらいいなと思っています。そもそもさ、本郷かなたの日常っていうのがもうサブチャンみたいなチャンネル名なんですよね。なので今後はね、この画期的な方法を使ってサブチャン動画をね、作っていきたいと思っています。さあ今日はですね、なんか髪の毛が伸びたからね、切りたいなと思ってまして、ちょっとだけ近況を話しながら髪の毛をね、切っていきたいと思います。さあ洗面所にやってまいりました。いつもね、ここで自分で髪の毛を切っています。いつもはね、裸で切ってるんですけど、今日はそういうわけにはいかないんで、ビニールをかぶりたいと思いますよ。なんか思ってた感じと違うな。あんま意味ないかもしれん。まあいいや。さて、お、これモニター見ながらやるの結構やりやすいね。こうやってね、いつもすきばさみと普通のハサミを使い分けて自分で髪の毛を切ってるんですよ。あのね、最近ね、ずっと撮ってた作品が終わったから、ちょっと髪の毛をね、切ってもいいかなという感じで切っていきます。作品を撮ってる間はね、つながりっていうものが存在するんで、あんまりね、髪の毛とかをね、大胆には切っちゃいけないんですよ。だってさ、前のシーンで髪の毛長かったのに、次のシーンになったら急に髪の毛が短くなったらとか、結構ダメじゃないですか。だから作品が終わった時にね、僕は大胆に髪の毛を切ることが多いですね。僕がね、髪の毛を自分で切り始めたのは高校生ぐらいの時かな。だからもう15年以上はずっと自分で髪の毛を切っているかな。なんで自分で切ってるんですかってよく言われるんですけど、なんかね、メリットしかないと思ってるんですよ。だってさ、美容室とか行くとしたら結構ね、半日使っちゃうじゃないですか。あとさ、なんか自分が、あ、今切りたいって思ったタイミングで切れなかったり、予約とかがだって必要でしょ、あれって。なので僕は自分で切っていますね。なんかこのモニター見ながら切るのも結構やりやすいな。こう後ろもね、見れるし、鏡で。そう、普段はね、こっち向きでこうやって鏡向いてやってるんですけど、今日は三脚持ってきたらこのスタイルが良いのじゃないかと思ってね、今はねこうしていますよ。このサブチャンって書くっていう方式を思いついた時はね、ちょっとね、我ながらこう、お、これはいいアイディアだとね、すごい震え上がりましたね。わかんない、どなたかもしやってる人が先にいたらごめんなさいですけど、このチャンネルを新しく増やさずしてサブチャン的な動画を撮るというね、このスタイルを開発したんで、なんかこれからはさ、もっとゆるい動画とかなんかたくさん上げていけたらいいなと思っていまして、例えばさ、今僕デスクトップで編集してるんですよ、映像編集全部。これがなんか長期の地方ロケとかになっちゃった時に、なかなかね、いつものクオリティの動画がさ、作りづらい環境とかになっちゃうこともあると思うんですよ。そういった時とかにさ、このサブチャン方式をさ、活用して、なんか地方ロケの休日の撮休日とかに、軽く iPhone でなんか動画撮って、サブチャンって書いてアップするみたいな、そういうことをね、できたらいいなとも思いまして、この方式をね、採用してみましたよ。さあさあさあ、ちょっとね、一番気になっていたこのもみあげ部分と、あとこの耳の後ろがね、ここ重いの嫌なんだよ。ここ重いの嫌なんですよ。もうね、大胆にこうやってカットしていきますよ。このね、すきばさみはね、ずっと使っています。これでもね、ちょっとなんか切れ味が悪くなってきた気がするから、そろそろ買おうかな。これ結構何年も使ってると思うんだよな。あ、てかこれはあれだ、あのヘアメイクさんにね、プレゼントでもらったやつですね。それをずっと使ってるな。10年ぐらい使ってるかもしれん。ヘアメイクさんがさ、僕が髪の毛自分で切ってるのを知ってるから、なんか誕生日の時にハサミをくれました。めちゃめちゃいいセンスのプレゼントですよね。その人にしかできないと思う。いつもね、お世話になってる人にもらいました。だけどちょっと切れ味が悪くなってしまったから、じゃあ同じの買おうかな。そういう感じにしたいと思います。まあモニター見ながらやるのやりづらくはないけど、ちょっと細かいところまで分かんないな。だから後でまあ最終的には調整するとして、まずはこうね、ボリュームダウンをしていきますよ。
ああここ、ああ大胆にハサミを入れられるこの気持ちよさ最高だ。ああこことかいらないもん。うん、そう、襟足とかはね実はねちょっと難しいんですけどね、まあ、こうやってねなんか後ろとか見ながら鏡とか見ながらねこうやってね切ったりしますね。さあどうかな。まあ前髪ね、前髪もね切りたいね。あーこれちょっと重いかな。なんか服を着てるとすごく嫌だな。うわーなんか髪の毛結局くっついてんじゃんこれ。ビニール意味ねえな。いやーでもささすがにさねえ裸で切るわけにいかないじゃないですか。いやー別に僕はいいんですよ、別に僕はいいんですけどね。でもねなんかダメでしょ。僕はね髪型がね一度も変わったことがないですね。幼稚園の頃からマジでずっと同じ髪型って感じです。まあ一回だけ髪色を変えたことがあるか、あの赤城っていう作品をやってた時にあの主人公が銀髪というか白髪な感じだったんで、その時にだけカラーリングをしたことがあるな。でその流れでちょっと茶髪的な時期もあったりもしていて、しかし髪型というものはですね僕は生まれてこの方変えたことがありません。さすがにこれは分かりづらいな。でね目にかかるのがねすごい嫌なんですよ。だから、目にかからないぐらいこういうふうに大胆にカットしていきます。あとは美容室に行かずに自分で切るメリットとしてはね、なんかさその撮影が毎日続いてたら美容室行けないじゃないですか。だけどこう自分で切ってれば撮影終わった夜中に切るとかいうね選択肢が出てくるから、それもすごくいいと思ってます。そうつながりっていうのもさこう伸びすぎたらダメだったりもするから、あのちょっとだけ切りたいなっていう時とかもあるんですよ。こういう風に大胆に散髪するんじゃなく、ちょっとそのちょっと前ぐらいの長さまで戻すっていう作業をねする必要があるんで、そういう時は僕は自分でできるからめっちゃいいですね。疲れて帰ってきてもわざわざ出かけなくていいっていうか、そんな感じですよ。ここの襟足はねこうやってね斜めに入れて空中でカットします。反対側も同じように。なんかプラモの動画の解説みたいになってきてるな。さあどうでしょう。さあどうでしょう。ちょっと暑くなってきたな。さあどうだ。うん、まあこんなもんかな。あのね作品撮ってたやつは終わったんですけど、まあまた明日もちょっと別なねお仕事なんで、あまり切りすぎるのもちょっとダメだと思うんでね。まあうん、あんま見た目で変わってないかもしれないですけど、今日はこんなところにしようかなと思います。じゃあねここは一旦お掃除をして、その後シャワーを浴びてきたいと思います。うわー髪の毛いっぱいついちゃった、最悪だ。さあお風呂上がってきましたよ。ほら結構ねすっきりしたんじゃないでしょうか。いやー本当にただ髪の毛を切るだけの動画でしたね。まあサブちゃんというのはこんな感じということでお願いいたします。またねいつもみたいな動画もちゃんと作っていくんでね、安心してくださいね。ちゃんとねあのね安心してくださいね。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。